はい、田中90です。皆さん COD モバイルには M16、タイコム、HS2126 といったバースト武器ありますよね。自分ですね、このバースト武器に致命的な弱点というよりも、これ使用のミスというよりも、これバグだろっていうね、恐ろしいね欠陥を見つけてしまいました。はい、でその欠陥をね見てほしいんでね、プライベートマッチ行きましょう。どうぞ。でその致命的な欠陥っていうのは、至近距離だと弾が一発抜けるということです。 M16 ってワントリガーヘッド一撃なんだけどね、こんな感じでね一撃なんですよ。で超至近距離で撃つよね、死なないんですよ。めっちゃ弾抜けてるっしょ。これやばくない、やばくない、これ抜けるんすよ。基本的に一発抜ける。なんか最初ね、なんか2発抜けたけど、2発抜ける時もあるのかな、初めてのパターン。これぐらいの距離でも抜けるこれやばくない、もうちょっと離れるとね抜けなくなるんだよね。これぐらいで抜けなくなるのかな、これぐらいで抜けなくなるんだけど、これぐらいだったら抜けるっていう。だから割と超至近距離でヘッド一撃狙うってね、 M16 不可能なんですよ、使用上で。これ多分ね頭だけだろってね思ってる人いると思うんだけど、違うんですよね。これ胴体にも全然適用されて、胴体って大体これぐらいのダメージ食らうのね。これ覚えておいて。で超至近距離だとね一発抜けてんでこれやばくない、大体ねこれぐらいの距離で弾抜ける、わかる、これぐらいの距離だと弾抜けるんで、打ち合ってじゃいけない。これぐらいの距離で M16 は弾消えるんでね一発。じゃあね他の武器はどうなのかっていうのを見てほしいんだけど、これがね HG40 っていう普通のフルオート武器なんだけど、フルオート武器の場合一点一点撃ってくよ。はい、抜けません、抜けないんす。フルオート武器は全然抜けないんすね、全然抜けてないっしょね、抜けないんだよ。でこれね M16 特有の現象ではなくて、他のバースト銃もそうなんですよ。このチャイコムって武器はね、至近距離だと普通はねヘッド入れるよ、こんな感じでダメージ食らうんだけど、ほら弾抜けるんですよ、やばくない、まあ、一応ね胴体でも試してみるとこんなダメージやん、胴体だと普通は。ほら抜けてるっしょやばいよねこれ、このぐらいの距離で抜ける、このぐらいの距離だと抜けない、まあ、ほんと至近距離だね。ちなみにこのね欠陥がある M16、 現在ね武器熟練度イベントで豪華報酬として獲得できます。で今回ね検証だけだと10分いかないんで、このね報酬でもらった M16 ステンドグラスをね使ってやっていきたいと思います。どうぞ。で M16 ね、まあいろいろとね検証では言ったけど、まあぶっちゃけるとそこまで影響ないと思う。なんでかっていうと、この武器はやっぱ中距離以降で戦う武器なんで、まあ近距離で戦うこと想定されてないじゃん。どちらかっていうと被害受けるのはチャイコ。今当たんねえのかよマジで。で別にねこの素の性能もねそこまで強くないんで、まあ使ってる人もねぶっちゃけそこまでいないと思うんで、被害自体は大したことないと思う。でもひどいよな、ちょっと強くないバースト銃でさ、こんな結果あったら本当になんかこれを見て使わなくなる人が増えるんじゃないだろうか。いやこのゲームまあぶっちゃけ使ってる武器ってさ、 M4 と AK と PDW、 MSMC、 AK117、 DL アーティックぐらいじゃね。それ以外の武器ほとんど見ねえんだけど、マジで見ない。やっぱあれだろうね、フルオート武器がまず使いやすいのと、フルオート武器が強いからバースト銃わざわざ前いるんだが、いや今お前味方じゃないすごいね今お前今味方かのよ、後ろから湧くのそれ、後ろから湧くのいや味方かのように出てきたよな相手で、しかもこれそうだよな、 A 取っててなんで A で湧くんだよ、わけわかんねえよこのゲーム。でこれ C 行くか、いやね待っときいいんだよなこれ、お今の強いね、今のマジで強い。でヘッド一撃はね強みなんだけど、俺はヘッド一撃ね狙う必要ないと思う。なんでかっていうと、なんて言うんだろう、ヘッド一撃狙っちゃうとね当たんなくなると思うんだよね。
だったら胴体でちゃんと狙いに行った方がいいんだけど、どうなんだろう。でもヘッド打ち撃狙わないと普通の武器に勝てねえよなでもヘッド打ち撃狙ったら多分ね、ほらめっちゃ狙いづらいんだよヘッドって。このゲームでヘッド狙ってる人ほとんどいないと思う、上手い人でも。 COD ってそもそもヘッド狙うゲームじゃないしな、ヘッドボーナス少ねえもん。ヘッド一撃のゲームとかだったらさ、確かにヘッド狙う必要あるんだけど、これ以外だとね、どうしても胴体狙った方が安定するんだよ。でもこの理論でいくとヘッド一撃狙った方がいいんだよね。この武器はヘッド一撃だから。むずいわ。まあめんどくせえな、そんな難しいこと考えずスパロールぶっ放して勝ちゃいいだけ。そういうゲームだ。飛べ飛べ飛べでも難しいこと考えない方がいいな。もうスパロール圧倒よ。敵どこだ？ヒット一撃とかくだらねえわ。こんな細かいゲームじゃないですよ。敵の足元を狙って弓を放すゲーム。これ後ろ横いない？気のせいか味方か。これ B 取られたらやばいと思うか。 B 大丈夫かこれ。でもまあこっち側はね、取る必要はないんだよ。 B を取られなきゃいい、究極的には。あ、でも頭一個抜くのはやっぱ楽だね、普通のクローというの。反動が少ないじゃん、この感覚があるからさ。実質無反動みたいなもんだよね。無反動アサルトライフだから。これイヤホン逆だ、これイヤホン逆、音声逆から聞こえてくるもん。今気づいた。来るでしょ絶対、これ絶対来るでしょ。来ない？え？あ、ヘリコプターじゃん。あいつ絶望してますよこれ。あいつ絶望してますよ。 UAV 出すか。絶望する相手に追い打ちをかけてる田中球児。そうなったら勝ちだよな。いやー、ドミネーションはなんか逆転が起こりにくい気がする。どちらかっていうと一番逆転が起こりやすいのはサーチ&デストロイかな。チームデスマッチも起きねえんだよな。これもさ、これスパロー動画じゃねえか。ほとんど切るさ、 M16 よりもスパローで撮ってない切る。いやさ、大体のさ COD モバイル実況ってさ、スパロー禁止にしないとスパロー動画になるよな現状。あー、やっぱガンマッチは強いな。逆にガンマッチ弱い武器ってのはあるのか。チャイコムぐらいじゃねえか。でもチャイコムかわいそうだよな、あのバグマジでさひどくね、チャイコムにとって。ホクでしょ、からに絶望するしこいつ。おお、今の強い。これ後ろから来るんじゃねえか、こっから来ると思う俺は。俺の読みは、いや湧いたか、ここ来るんじゃ、湧いたで後ろ来るんじゃ、これ後ろ来ると思うこれちょっとあれだったな、もうほとんどスパローが無双しただけみたいな感じだった気がするわ。ふう、 M16 なM4 といいさ、 M16 とか M4 が弱いさゲーム結構珍しいと思うんだよな。この2つって大体さ強くねえか、まあ、弱くないけどね。 M4 は M4 は弱くないけど大体最強武器みたいな扱い受けてんだよ、どのゲームでも。このゲームだとそんなどっちもパッとしないよね。やっぱ AK117 とかそういう武器に取られてるもんね、強い立場。敵全然いねえんだけど、この試合どこいんのこれ。いたわ。ほっ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 、おい、やっぱガンマチだな。ほんとチームレスマッチが一番合ってるかもね。もう頑張って頑張って頑張ってっていう。待たなきゃね、この武器そんな強くない。動きマンだったらチャイコムの方がいいんだけど、でもチャイコムはさっき言った通り弾抜けるんだ。 UAV 出すか。お、行っちゃったわ。あ、いやこれさ、あっち側の脇さすごい不利だよな敵はどこかな、いるじゃん。 You are boyやっぱゴーストが安定するよな。 UAV のこと考えちゃうと落としはいいんだろうけどさ、たまにさ UAV3 個出てるみたいな絶望的戦況の時ね、絶望的戦況の時さ、もう落とすのめんどくさくなるよね。でみんなゴーストつけると、おーやばい、挟むのかよお前。脇で挟まれたんだが、今横からも撃たれたしな、もうやだこれ。脇挟みっていうさ、脇がクソすぎて挟まれるのなんとかしろ、マジこのゲーム技術でもなんでもねえじゃねえか。でこれは OUAV、 俺はゴーストだから関係ないとやっぱこっち側さ強ポジほとんどねえんだよな、脇相当不利だよ今回の試合に。俺スパロ使わないようにするわ。
スパロを使っちゃうとさっきの試合と同じくスパロで全部いいことになっちゃうから、この武器は本当に間ね、そんな極端に弱いわけじゃないから感想がねえな。な、極端に弱かったら感想出るんだけどね。結構普通系の武器だよね。うーって、あ、今ヘッド一撃じゃね、初めてこの動画でヘッド一撃で倒したかもしれない。今結構感動したわ。まあ、あれぐらいの距離は弾抜けないからね、本当に至近距離だから。あー、うぜー、終わった。で、言うの忘れたんだけど、 HS2126 っていうさ、ショットガンあるじゃん、あれはどうなのって声があると思うんだけど、やっぱね、ショットガンだけあって近距離強いんですよ、そもそもが。だから一発弾抜けようが抜けまいが死にます、一発で死にます。一発じゃない、ワントリガーか。なんで気にしなくて OK。 じゃあね、今回ね MH6 使っていったけど、まあね、そんな影響ないんでね、そんなビビんないでください。はい、じゃあお疲れ様でした。おっつ。La la 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 la.